ダニエル・ミチオタニは、アメリカ合衆国の技術者、NASA の宇宙飛行士、日系3世。ペンシルベニア州のリドリーパーク生まれだが、自身はイリノイ州ロンバードを故郷と考えている。1979年、イリノイ州ロンバードのグレンバード・イースト高校を卒業し、1984年と1988年に、それぞれ機械工学学士号、機械工学修士号をマサチューセッツ工科大学で取得した。マサチューセッツ工科大学で学士号を取得した後、カリフォルニア州のエルセグンドにあるヒューズエアクラフトの宇宙通信部門に設計技術者として勤務した。1986年、マサチューセッツ工科大学に戻り、1988年に人的要因と集団意思決定を専門とした機械工学修士号を取得した。卒業後、マサチューセッツ州ケンブリッジにあるBBN テクノロジーズの実験心理学部門で勤務した。同じく1988年、バージニア州ダレスにあるオービタルサイエンシズ社で当初、構造技術者として、最終的にはトランスファーオービットステージと呼ばれるロケット開発プロジェクトのマネージャーとして勤務した。この時の主な任務は、ロケット飛行操作のリーダーとして、NASA のジョンソン宇宙センターと共に1993年の STS-51 ミッションにおけるアクツとスペーロード配置を支援することであった。この後、谷はオービタルサイエンシズ社に戻って、ペガサスロケットの打ち上げ操作担当者として勤務し、無人空中発射ロケットであるペガサスの打ち上げ手順の開発を率いたほか、打ち上げ制御室の技術者の訓練や指揮も担当した。2015年10月に来日し、東京都小金井市の総合学院、テクノスカレッジにおいて、講演を行った。1996年4月に、NASA の宇宙飛行士候補に選ばれてから、谷は同じ年の8月に、ジョンソン宇宙センターでの訓練に入った。1998年、2年にわたる訓練と試験を終えた谷は、ミッションスペシャリストとしての宇宙飛行ミッションを、任命された。また、宇宙飛行コンピュータ事業部や船外活動事業部で技術者としてエクスペディション2での乗組員サポート飛行士として活動した。2001年 STS-108 において4時間超の船外活動を含む11日間の宇宙滞在を行った。12月5日から17日にかけて行われたこのミッションでスペースシャトルエンデバーが国際宇宙ステーションへ飛行した回数は12回となり、谷はミッションスペシャリストとして活動した。STS-108 の主なミッションは、エクスペディション4のクルーを宇宙ステーションに送り届けた後、エクスペディション3のクルーを地球に帰還させることであった。同時に3トンに上る物資を補給したほか、多目的補給、モジュールラファエロを通して、科学実験の装置を受け渡しも行われた。谷は宇宙ステーションの太陽電池ジンバルの熱ブランケットを覆うため宇宙遊泳を行った。STS-108 の完了までにシャトルは地球を185回周回し480万マイルであったその距離に要した時間は4時間12分の船外活動を含め283時間36分であった。STS-108 からの帰還後、谷は第9次長期滞在を命ぜられた。この後、第16次長期滞在として任命され、2007年10月23日にミッション STS-120 で打ち上げられた。第16期滞在要員としては、約6週間を軌道上で過ごす予定だったが、帰還船となる STS-122 の打ち上げが、燃料センサーの不具合で予定の同年12月6日から2ヶ月半以上も延期されることになり、クリスマスに帰郷して母と年末休暇を過ごすことにしていた谷にとって思いがけない長期の宇宙滞在となった。しかし12月19日、その母が運転する乗用車が踏切で通勤列車と衝突して即死するという痛ましい事故が発生した。これは、宇宙飛行士の軌道滞在中に肉親が死去した初のケースとなった。その悲報にもめげず、谷はミッションを続け、翌2008年2月20日に地球へ STS-122 で帰還した。アイルランド出身の妻と結婚。ゴルフ、旅行、ランニング、テニス、音楽、料理などを趣味とする。両親はすでに他界。第二次世界大戦中、両親が合衆国政府の日系人の強制収容政策によって、カリフォルニア州の農地からユタ州のトッパーズ戦時強制収容所へ強制移住させられた過去を持つ。両親は数ヶ月をタンフォラン競馬場の馬小屋に手を加えた家で暮らしたという。2007年12月19日、エクスペディション16の要員として国際宇宙ステーションで滞在中、母が貨物列車との衝突事故で死亡したことを地上職員から知らされた。ありがとうございます。